いい風ですよね。じゃあどうも、飯津正樹です。よろしくお願いします。本日はですね、ある説を検証していきたいと思います。何言う、私フォロワー20万人超えのいわゆる TikToker なんですよね。そんな TikToker ならルーレットで適当に言葉を紡いで作った動画でもバズる説を言ってる意味分かりました。僕の動画って何々何々が何々なやつみたいな感じで言葉が入ってるんです。でそれに合った動きみたいなので動画を作ってるんですね。ただここの何々何々なやつの部分、僕いつもすっごい考えてます。本当に思いつかない時は30時間ぐらい寝ずにやっぱ考えてる。そんな中でですね、そこの言葉も適当にルーレットとかではめてもなんかバンバズんじゃねっていうところから着想を得た企画になります。今からですね、ルーレット言葉を何個か入れまして、ピッて決めて言葉を何個か出して、それをこう繋げて、で動画を作ってみようということなんですね。本当にバズるのかどうか実際に見ていきましょう。ルーレットどうします？ 3 回ぐらいやる？そうね、3回ぐらい。じゃあ5個の言葉、5分の1、5分の1、5分の1で決めましょう。だから3単語入る感じ、うん、じゃあ最初は、まあ、何々でみたいな一番頭に来るようなやつ、まあ、公園でとか入れとく、一番オーソドックスだしね。公園、あとは、まあ、階段、階段ね、階段はよくやるよ俺、階段。確かに。あとはおっかとかそれダメだよえ、もう帝国どころじゃないこれでもちょっと編集で消さなきゃいけないから、自分でおっがあとは、まあ、適当なのも入れとくか。まあそうだね。おにぎり、おにぎりとくじゃん。おにぎり、おにぎりもよくわかんないけど、あと2つね。あと2つね。まあじゃあ原っぱ、芝生、芝生、うん、芝生の上、公園で、階段で、芝生の上でってわかるんだよ、うん、おにぎりでって意味がわかんないんだけどおにぎり当たっちゃったらどうしよう。あと1個なんかいいっすよ。いや、たま目についたんだけど、うん、木とか木一文字木。わ、これさ、ちょっと TikTok 的な話になるんだけど、木でだと短いじゃん。ここがね、ちょっとね、文章の見てくれとして良くなかったりするから、まあまあ、でもまあルーレット仕方ないっすよ。じゃあ項目をセットします。はい、こんな感じになってますよ今ね。じゃあ行きますか。行きましょう。公園、階段、おにぎり、芝生の上、木、こちらの単語でルーレット。ステイナポー、ステイナポー。あ、何ですか。木だ、木だ、木か、木だ。きついんじゃない、ちょっと。きついじゃない、木か。一気にその思いつかなくなったわ。おにぎりも最悪なんとかなるだろうんだけど、木が一番ない正直じゃあ二つ目の語群、待って、これはさ、木ということを加味して次の言葉を紡いでいく、それとももう何を言ってんのお前は、うん、考えるなってだったらもう考えずに。でも考えずにでしょ。あ、じゃあおにぎりだ。じゃあおにぎり入れたるわ。おにぎり入れたるわ。じゃあ木でおにぎり、理想だけど、これ理想だ。確かに木の上でおにぎり食ったら友達100人できたやつ。そうだ、気持ちよくなってとかは入れとくじゃん。まあまあいけるっしょ、さすがに気持ちよくなってぐらいだったら何でもできるから、限定してないから。逆再生とか入れとく。逆再生いく。逆再生、うん、逆再生ね、バズっちゃうよ。いやもうバズるよ全部何の言葉チョイスしてもバズる予定ですから一応説側だろ、説できる側の人間の不安でしょうがないけどね俺は木でじゃねえんだ、なんで木でって。逆にもうあれにする、スロー再生とか入れてみる。あんまりやったことないけど、スロー再生なんかもっと破壊的なこと入れてくる。一発とんでもねえやつ。鬼退治鬼退治しいいと思うよ。鬼退治入れてみましょう。こんなのだったら終わりだぞマジで。意味が分かんないんだから。木で鬼退治セットし出します。このようになりました。ルーレットサクセイダブ。おお、何ですか。逆再生です。逆再生です。これでもバズるわ。逆再生ってもうバズること約束された切符みたいなもんだからね。これでもしこうおにぎりとか当たってみ、おにぎりなんか当たった日にはもう絶対バズんないんだから。よし、じゃあ3つ目いきましょう。3つ目おにぎり入れてこ。じゃあおにぎり2個入れてもいいぐらいだよ。おにぎり2個ぐらい入れてくる。マジかよ。いや俺 TikTok をこんな適当に作る日が来るとは思わなかったな逆再生と暗殺っていうのは今まで融合されてないのよ。だから俺のルール的にはここに暗殺を入れるわけにはいかないんだけど、それどう考える？入れちゃおうよ。面白そうだけど。俺のアカウントはさ、何だと思ってんの？あなたの遊び道具じゃないんだよ。バズるからちゃんと。本当か、大丈夫かな？大丈夫だよ。なんかわけわかんないの言いたいよね。エンジン
エンジンついたやつは意味わかんなくない？入れとくじゃん。エンジン入れます、うん、エンジン。感情とかも入れとく？悲しくなっちゃう。悲しくなっちゃうやつ木で逆再生して悲しくなっちゃうやつって何そんなバズると思うか、そんなのが。おにぎりおにぎり、あなたとエンジン悲しくなる、うん、うわおにぎりちょっとやっぱりおにぎりやだな。いきます。当たってから考えればいいもんね、それは。じゃあ回します、はい。うわ、なんすか暗殺だ。暗殺？暗殺だ。いいじゃん、逆に。いや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 、これは大変なことだったよ。なんで？よし、とりあえず木で暗殺で逆再生、ここからその動画を作んなきゃいけないんですよ。で、まあ動画をもう、はい撮りましょうですぐ撮れないから、考えなきゃだって、まず何するか。一回木とかを見ましょう。で、ここで逆再生こうしたら、ここで暗殺こうしたらみたいなのを考えてる。じゃあ一旦撮影に入りたいと思います。なかなか大変だったよこれ。なんか手頃な木を見つけまして、こちら、ちょっと出して、ここに吊るされてからここに落ちて、で、まあ、逆再生みたいな、めったに車来ないし、ここよっしゃ、タイミングアップ。あー、もう一回、ごめん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 いいんじゃないかな。いいと思うよ。うん、 OK テイクにしますか。 OK テイクにしましょう。 OK、はい、出ました。オッケー出ました。オッケーっす。うん、本当にもうあのオッケー出ましたというか、もう なんていうんですかね、あのオッケーにするしかないというかね、僕の体の状態がただこっから逆再生の編集をちょっとして、曲をつけてアップロードまで、そしたらそのアップロードした動画のバズったかどうかを見るところまで行きますんで、まだまだ行きますよ。まだまだ閉じるんだその携帯、ついてこう俺にじゃあ動画作りましょう。はい、いいっす。お久しぶりです。あの前回の撮影から幾バクかの月日が流れましたね。衣装が違うから見てわかるでしょう。さあ今日はあの動画のアップロード日でございます。今から動画をちょっと作ってパッとアップロードして結果を見ていこうというふうに思います。じゃあ作っちゃいますね。で、暗殺系のね動画はキャップカットで合成をつけて、それを TikTok にぶち込むだけなんで簡単なんで、ね、あ、カウントです、カウントです、カウントです。両端切ってですもんね。 Two more is an I can be を入れれるところまで切って動画作ってあるの？もう動画作ってあります、作ってあります。もうなんか天からの次が来て、長くなっちゃうから動画作っといてって言われて誰が言ったか分かんないですけど、今誰が言ったんだろうテロップ一応逆再生、木、暗殺のキーワード3つだったじゃん。他の言葉入れていいの？他の言葉っていうか、そのちょっとなんか少しだけ要素を出してもいいよね、うん。それはギリオッケーかな。したら、まあ、逆再生しすぎてとか、木に向けとか。本当はあんま良くないけど。本当はあんま良くないってなんだよ。本当だって適当でやってもバズるかっていう現象ですから。いや、まあ、そうなんだけど、今、逆再生しすぎて、うん、木に向けって打ってるの。これどう思う？もうだいぶ言葉出てきたけど。だって木に向け、向けだけだよ。逆再生しすぎて。しすぎては、だって、逆再生上手すぎてでもいいよね。自由で任せますよ、本当に。自由だったら俺もっとやるよ。まだやりすぎない程度に。できましたんで。はい。これアップロードしていこうと思います。最初チェックしておく。一応横で多分流れてると思うけど。いいね。はい。OK ね。いいです。ちなみにあの、カバーがこれですね。このカバーおもろい。このカバーおもろい。よし、じゃあアップロードしてください。いきます。バズってくれよ。いけあげました。今上がりました。今上がった。よし、じゃあ一応自分でもいいでしょうかねとちなみに、はい、バズってどんぐらいの定義、うん、定義っていうか、うんうん、まあそこね、うん、皆さんも気になってるところだと思うんですよ。僕の事務所のマネージャーさんが言ってたんですけど、フォロワー数の8割程度、再生が100件ぐらいいけば、まああの、いいんじゃないのっていうのがあります。20万再生がまあプチバズりぐらい、プチバズりぐらいで、まあだから500もあれば、うん、おバズ、バズい、バズいで、1ミリオンとかいったらもう、それはもうバズりっていう感じになるかな。なるほどね。うん、まあ、いいですも K に載せるというか、ああ、まあ、1万いいね以上を取り取らなければっていう感じかな。これに関してはまだが 10K。 そうね、 10K いいね、 10K いいね、欲しいよね本当はただビビってるよ俺は木に向けってのかな。10万再生1万いいね、で合格で、合格ね、合格にしよう。もし行かなかったら罰ゲームとかあるのかい。罰ゲームあるよそれはもちろん今は教えてくれないでしょ。今は教えないこれ次の
結果を見るのはいつなんですか？ 2,3 日ぐらいでいいんじゃない？でもだって 2,3 日後にまたじゃあ撮影するの。あなたが嫌でしょ。だってちょっと難しいよね、うん、昆布がね出汁が出ちゃうって言って嫌がるからね。ちなみになんですけど、バズったものって、うん、僕3日ぐらいなのよ、うん、1週間後だろうが2週間後だろうが大体初動3日ぐらいで決まるから、ね、まあ1週間後でも一緒だと思います。検証結果としては1週間後の感じですね。じゃあ1週間後にジャンプでいいですか？で、あれでしょ、1週間後忘れてるからさどうもこんにちはっていうとこから始まるんでしょ。1ヶ月後になってるかもしれないけどはるか昔の動画を漁って見ることになっちゃうけど、じゃあ1週間後にジャンプしましょう。いきますよ、はい、せーの、よいしょ。結果発表、アップロードから約5日が経ちました。約5日、ちょうど5日が経ちました。そのアップロードしてからですね、逐一こうチェックをしつつ、次の動画と上がっていくわけですよ。そんな中でね、ダイナマイトで虫避ける動画が、うん、それどころじゃないぐらいバズりまして、うん、もう忘れてたね、完全に。まあ、知らない方もいると思いますから、結果を見ていきたいと思います。本来はね、3日目ぐらいで、一回スクショしてね、そこでしっかりと結果発表できればね、みたいなことでしたけど、まあ私たちがそれをやるわけもなく、ね、やろうかもしれないから、そんなことは。やれなかったよね。やらなかったね。どうやってたら設立証なのっていうとこね、振り返っておくよ。これ本当はカットで繋いでるから、さっきも説明したんだろうけど、一応俺たちのためにもね、だいたいフォロワー数ぐらいの再生回数と、あと1万いいねぐらいは越したいよねっていうところがバズる基準とさせていただいてました。それを超えたのかどうか確認していきましょう。結果はですね、再生数30万7千再生。おっ、回りましたね、結構見事にね、超えたね、ちゃんと。ちょ、結構早い段階でも超えてたよね、再生数は。そうだね、うん、ここで伸び悩んだのがいいね数。この5日目時点でどうなってるか、いいね数11,400いいね。よかったら、やばいな、よかったら、ありがとうございました、本当に。これ多分ね、3日目時点では多分ね、越してなかったと思う。俺もね、見てたけど越してなかった。7,000-8,000ぐらいだった。そうだよね。いや、思った。俺だって多分、昨日おチェックした時に、まだ9,900みたいな。いや、でもそんな中でね、今確認したら、超えてましたから。これ多分ね、ダイナマイト効果よ、完全に。ダイナマイトのおかげ完全ダイナマイト効果。その、適当に作ってうんぬんかんぬんじゃなくて、ダイナマイトのおかげ。うん、それでは、検証結果の方に参りましょう。20万人超えの TikToker なら、適当に作った動画も、バズるけど、今後のためにもやめておいた方がいいです。ありがとうございました。クリエイティブを止めるな。そうっす。終わりこれ。終わらないでしょ。何話す？何話す？じゃあ終わりで。じゃあバイバイ。終わった？終わってた。終わったよ。終わってた。